辻内隆成、辻内隆成、辻内隆信、1987年12月5日体は、奈良県四季郡川西町出身の元プロ野球選手、当主、プロ野球コーチである。彼は、日本女子プロ野球機構、JWBL を支援する若さ生活に入社し、同社の社員を務める傍ら、女子プロ野球、埼玉アストラヤのコーチに就任。 2016年には東北レイヤーでコーチを務めた後、2017年にはアストラヤに復帰し、監督を務める。奈良県出身。小学校1年生の時、一類手として野球を始める。中学時には郡山シニアに所属し、投手に転校した。大阪桐蔭高校では2年の秋からエースとなり、3年時に 出場した夏の甲子園1回戦のカスカベ競泳戦5回6失点の乱調で降板したものの先頭打者への2から2からの外角に外れた速球が時速1 5 6トルを巻くネット裏のオリックスバファローズスカウトのスピードガンによる計測甲子園の電光掲示板には時速1 5 2トルと表示日本中の注目の的となった 二回戦の藤城戦では、当時の大会大記録となる19奪三振を記録。同校が初出場、初優勝を果たした1991年の夏の甲子園以来の4強入りを果たし、辻内自身も1大会における通算奪三振で、バンドを A に83に次ぐ、当時歴代2位の65を記録した。準決勝では、 駒大と真小コの田中正宏から本類打も打っている。同年の AAA アジア野球選手権大会に日本代表として出場し、松坂大輔らを擁した1998年大会以来となる優勝に貢献した。2005年の高校生ドラフトで読売ジャイアンツとオリックスバファローズとの競合の末巨人が指名権を獲得し、一巡目指名で入団。 入団までの権威は口述参照。抽選に外れたオリックスは、岡田隆弘、T 岡田を外れ一巡目指名している。入団当時の背番号は15。春季キャンプでは1軍キャンプスタートとなるかに注目が集まったが、肩2もあり2軍スタート、6月に発症した左肩の炎症による離脱で、フレッシュオールスターゲーム出場を辞退した。イースタンリーグ成績は、 当番13、3勝4敗、防御率6.04、オフ、ハワイウィンターリーグ、10月1日から11月21日に派遣。現地では、ホノルルシャークスに所属し、テイクバックや、体重移動の少ないフォームを目指し、いわゆる、外国人のフォームを吸収する。また、投球の幅を広げるため、スライダーを試み投げ、チェンジアップも習得。 先発投手として8試合30イニング、1勝2敗、35奪三振、防御率2.30の成績を残した。監督の原辰則をはじめ、首脳陣も辻内への期待のコメントを残していたが、2月9日に左肘痛でつ腕群落ち、精密検査の結果、内側側腹副靱帯の断裂と診断され、再検手術を行うこととなった。 4月26日に手術を受け成功したが、手術の特性上再建した人体の定着に非常に時間がかかるため、二軍を含む公式戦での登板はなかった。は、ファームの連合チームであるフューチャーズの一員として、実戦復帰し、速球も最速時速 150km を記録するなど、復活の兆しを見せたが、二軍公式戦の登板はなかった。オフに、 背番号を39に変更した。ワニ軍で先発ローテーションの一角に入って7勝を挙げ、規定投球回には達しなかったが、防御率2.69と自己最高の成績を残した。2006年に出場辞退したフレッシュオールスターゲームにも選出さている。しかし49よし9、7冒頭はいずれもチームワーストで、請球難は解消されたとは言えなかった。 からは再び出場が減少し、この年は2軍で3試合の登板に終わって、オフに、背番号が98に変更さ、よくは2軍公式戦の登板なしに終わる。2011年のオフには、浅井秀樹などと共に、ヤンキース参加のルーキーリーグ、ギガンテスでキャロルイナ、カロリーナジャイアンツへ派遣された。プエルトリコで、約50日間を過ごし、現地の投資コーチからは、 一長一席にはいかないかもしれないが、ぜひ、正しい投げ方を身につけてほしいと、アドバイスされた。は3月17日の埼玉西武ライオンズとの、オープン戦に2番手として1軍戦で、初登板し、最速147キロをマーク。ヒアンダに、失策絡みの1失点を記録した。リリーフとして2軍戦で43試合に登板し、8月16日には、 初めて一軍に昇格したが、登板はないまま8月22日に登録抹消された。オフに4歳年上の女性と結婚する。は、春季キャンプでは一軍でスタートしたが、肩の調子が上がらず、第二クールからは二軍に合流した。ブルペン入りの翌日左肘に強烈な痛みを覚え、腕が上がらなくなる状態に陥ったため別メニューの、 調整が続いていたが、痛みの原因となっている、有利軟骨を内視鏡で除去する関節クリーニング手術を受けることが決まり、3月11日に、群馬、館林市内の病院で手術を受けた。8月31日に、帝京大学とのプロアマ交流戦で、復帰登板したが、シーズン登板はこの試合のみであった。結局10月1日に、戦力外通告を受け、 一軍での公式戦の登板がないまま引退した。帝京大学との試合の約一週間前に肘の痛みが再発した時点で辻内は引退を覚悟し、試合でも直球が最速時速1 3 1トルに止まるなど、本来の姿からはほど遠く、諦めの気持ちもあったという。引退を決めた直後には不動産会社の営業職に転身することを検討。 2013年12月30日に TBS 系列で放送されたプロ野球戦力外通告首を宣告された男たち TBS 制作では巨人から戦力外を通告された直後から不動産業界への転職活動に至るまでの経緯を妊娠中の夫人を交えての密着取材映像などで紹介したしかし日本女子プロ野球機構 JWBL の関係者が 長年にわたって故障のリハビリへひたむきに取り組んできた辻内の姿勢などを高く評価。辻内も JWBL から指導者としてのオファーを受けたことを機にから JWBL に所属するイーストアストラヤのコーチへ就任するとともに女子プロ野球を支援している若さ生活の正社員になることが決まった。2014年6月には TBS 系列 私の何がいけないの元巨人軍選手の引退後の人生において、その仕事ぶりと日常生活が紹介された。2016年は宮城県に拠点を置くレアでコーチを務め、2017年に埼玉アストラヤのヘッドコーチに就任。同年12月11日に来季からの埼玉アストラヤの監督就任が発表された。高校時代にはストレートが、 時速 156km を計測したものの、プロ入り後は、請求難と度重なる肘と肩の故障に悩まされ、2013年8月に登板した時のストレートの球速は 120km 台にまで落ち込んでいた。2軍では2013年シーズン終了時で通算75試合に登板し、177回を投げ、12勝10敗、防御率3.76を記録しているものの、 プロ8年間のうち実動は4年にとどまっている。本人は地元の県立高校に進学したかったが、所属していた郡山シニアの監督や両親から説得され、大阪東院高等学校への進学を決意した。一軍当番なしに終わった現役生活について、引退後に怪我でほとんど野球をしてないのに、8年間もお金をもらっていて、 本当に自己嫌悪に陥っていたと語った。プロ時代には一晩の飲食で最高40万円を使ったことがあるが引退後のお小遣いは交通費込みで1ヶ月3万円程度だという。2005年のドラフトでは前年から目玉投手として注目を集めており大物選手には珍しい12球団 OK という発言もあって当初は 多くの球団が名乗りを上げ激しい争奪戦が予想された。しかし荒削りな点や抽選を外した場合のリスクを嫌った球団が次々と回避したこともあり、10月3日、高校生ドラフトでは最終的には読売ジャイアンツとオリックスバファローズの2球団のみの合わせとなった。結果は巨人が交渉権を獲得するのだが、その際、外れ抽選権を引いた。 オリックスの中村勝弘 GM が当たり外れにかかわらず押してある NPB の印鑑を見て権利を獲得したと勘違いしガッツポーズをするという一幕があった交渉権獲得の印が押された正しい当たりくじを持った巨人監督の堀内恒夫も中村のあまりの喜び様に首をひねりながらも抗議はせず主催者側も確認を怠ったなど勘違いとミスが重なって 一時は、オリックスの選択確定と誤って発表された。直後の会見で、辻内は、固い表情で、オリックスさんは、素晴らしい球団とオリックスからの指名受諾を表明したが、その後に巨人が、交渉権を獲得したことが判明。異例のやり直しとなった会見では、笑顔で、小さい頃から巨人が好きだったんで、と語り、詰めかけた関係者や、報道陣からも笑みがこぼれた。 本人のどの球団でも光栄だし、好き嫌いを口にすべきでないという意思から表明を控えていたもので、両親でさえこの時初めて辻内が巨人ファンだったことを知った。後に関西から出たかったと答えている。巨人では松井秀樹以来となる高卒での契約金1億円、推定で契約12月9日に入団発表を行った。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。